ハロー H 部、どうもこんにちは。本日なんですけど、今日はね、こちらじゃじゃん、大阪市立図書館に来ております。まあ、こんな感じなので、大阪をマニュピマニュシクアルライブラリーかということでね、大阪市立図書館ですけど、僕よくね、図書館に行くんですけど、今日はちょっと皆さん、僕のよく行く図書館ご紹介したいなと思います。めちゃくちゃいいんで、ぜひ皆さん一緒に見てください。それでは行きます。あ、ちなみに休館日はね、これ毎月第1、第3の夜が休みなので気をつけてください。はい、ではね、こちら借りてた本を返しに行きたいなと思います。借りてたのは、数学のね、ユークリッド言論っていう本と、そしてこのファインマンと数学の量子力学と、これ光、熱、波動っていうやつです。おすすめです。中央図書館に今日は一旦図書館行ってみました。こんな感じです。ちなみに外の景色すごくいい感じで、4階建てなのかな、なんかいい建物なんで、ちなみに皆さん来てみてください。お待ちしております。はい、ということでね、ちょっとね、予約してた本2冊買いました。2冊っていうか、1冊はこれユークリッドの言論ね、この数学の歴史書なんですけども、結構分量が多いんでね、もう1回借りました。そしてもう1冊がこれ、ファインマン物理学の電磁気学ということでね、まあ、久しぶりに初心に帰りたいなと思ってまして、借りました。なのでぜひ皆さん一度ね、大阪市立図書館来てみてください。ここ非常にね、何でも揃ってるんで、ぜひ
ってみてください。そしてなんかコメントもお願いします。ということで、ぜひ皆さん一度ね、あの図書館来てみてください。またおすすめの本とか何かあればね、ぜひあのコメント欄にねコメントしてください。すべて見てますのでよろしくお願いします。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。私 Twitter、Insta、TikTok もやってますので、動画下概要欄にリンクありますので、フォローよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンもぜひよろしくね。ではバイ。